今回はゾン100、第8話に対する、リアルタイムでの視聴者の反応を紹介していきます。カラスカワ。一級河川カラスカワ群馬県。群馬来たー。ようやく群馬だな。やっと話が進む。静香さんの横顔いいね。早速サップヨガから始まってる。アニメで、サップヨガを見たの初めてかもしれない。サップヨガ実写版でもやってたな。静香さんの谷間が出ている。静香ちゃんのおっぱい。付き合ってくれる静香さん優しい。トラックが襲われてる。ワクワクしてる。ヒロアカ再び。お、かっこいいぞ。天下無双。鎧武者？サムライダー。ザン。ゾンビが真っ二つ。作画性。顔。静香さん顔面蒼白。静香さんのギャグ目ギャグ顔だー。ああ、静香さんがすっかり顔芸役に。気温が感じ。無双している。確実に首狙いに行ってやがる。椎茸目。ヒーローアキラ出番なし。痛み入ります。ここ以外では防火セーフしか聞いたことない。外人ネキ？ついに新キャラが。気になってたキャラ来たー。語尾の発音が可愛い。ゲルマン武士道。外国人で女の子で武士道ってこと？いい表情だ。すっかりギャグ要因になっちゃったね、静香ちゃん。OP のアニメーション変わった？ OP が完成した。ゾン100ダンスか。ゾンビ華麗に踊ってて草。マイケル・ジャクソンのスリラーかよ。金髪大学生来た。でかい、何がとは言わないけどでかい。刀、どこで手に入れた？静香さんも武装している。とりあえず被ってみる静香さん。兜と静香さん可愛いな。モノノフ。呼ばれてるぞモモクロファンの皆さん。努力家の女の子。ダンボール3つは熟練。ドイツで肉体労働してた飾り窓ではない。来日直後にゾンビパンデミックは不運すぎる。そういえばゾン100の世界での海外の状況はどうなってるのだろう？海外もパンデミックが発生中なのだろうか？寿司職人。私欲だった。食べたいよな俺も食べたい。アキラもかよ。寿司で意気投合した。寿司が食べたいんなら仕方ない。静香さんと謙虚の息の合ったツッコミ。静香さんめっちゃキャラ壊れてる。入らないよ。ゆっくり詰めるのも原作再現じゃねえか。高崎銀座って戦隊のロケに使われたところだ。死んでそう。だいたいこれで群馬の総人口くらいだろこのゾンビの数。ねえん。孔明。静香さんノリノリ。静香孔明来た。パリピ孔明難民救済。出た謙虚の裸芸。またこいつ脱いでやがる。なんでお前はいつも裸なんだよ。謙虚がおとりになって。ゾンビ共に裸で立ち向かう勇気。脱がなくてもいいだろ。謙虚、なぜ裸になる必要が。尻に釣られるゾンビたちの図面白いな。孔明。天下無双。お酒でも安のか。かっこいいな、静香さん。静香さんもノリノリだ諸葛孔明。こんなとこで家計していいのか。全裸の男目の前にして何も突っ込まない女二人。それにしてもこの四人が横一列に並ぶと敵幹部みたいだ。マッチかよ。増えてきました。アキラかっこいいな。ほんと少年漫画のメンタルだなアキラ。ゾンビになるより寿司。かっこいいけど寿司のため。ベアトリクス回想。ベアちゃんかわいい。アキラの身体能力すげえな。アキラ普通に身のこなしが軽い。カラフル。アキラくんもベアちゃんも身体能力高すぎじゃね？強い。今回画面が鮮やかなシーン多いな。アキララガーマンだったからフィジカルは強いけど格闘技なんてやってなかったろ？勇者パース。サンライズ立ち。もはや盾なんだよな。跳躍力高いなアキラ。運動能力が高すぎる。ドレッドゾンビ。アキラの戦闘レベル上がったなー。スピーカードローン。ウォークマンソニー。日本のウォークマンは好きだがね。イパドに勝利したウォークマンにこんな使い方が。旭川にあったタモちゃんみたいな看板。途中で見えてたおもちゃ屋にも意味があった。猿の顔怖え。チンパンジーのおもちゃ、ライブ中の私だ。さすが軍師静香さん。静香さんマジ孔明。できる参謀はいくつも策を用意するってわけね。ちゃんとフルフェイスで感染防御してる一方でフルチンがいて草。フラワーロック。火炎瓶用意してた。お物は消毒だ。歌で引き寄せてゾンビを焼却。高崎駅前大炎上。やっと家計成功。被害やばそう。ドミノゾンビもやし。ドミノ倒しみたいな倒し方。やっぱり数で勝る相手には家計に限る。
プラン B 顕著裸のまま。こいつはなんでまだ全裸なんだよ。大将生きてた。職人さん無事だった。静香さん食レポうまい。静香ちゃん、キャラ変わったな。もうリスクヘッジお姉さんリスクヘッジのかけらもない顔してる。世界の終わり。泣いてる。ベアちゃんよかったねー。大将もこのまま無事でいてほしいな。綺麗にまとまった A パート。濃密すぎる A だった。後半はホットスプリングだっけか。ベアトリクス仲間に加わった。下出しベアちゃん。日本の夏は湿気やばいぞ。群馬は暑いよ。ミュンヘンもたまに37度とかなってるだろう。脇。お風呂かいか最高ですね、鍵たい。キャンピングカーにシャワーついてないのかな。群馬で風呂、ということは。草津温泉かな。浴衣。浴衣姿の静香さん。ベアトリクスさん素晴らしい。ちょっと動いたらこぼれそう。サービスショットありがとうございます。顕著の浴衣右前になってんぞ。寿司の次は温泉ですか。施設が無事でよかった。温泉って管理する人がいなくても大丈夫なのかな。草津は養分が多いから手入れしないと湯の花でお湯がダメになってそう。ペラ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 。語り出した。日本オタク。オタク特有の早口。横文字早口と縦文字早口の女性陣。だったらゾンビも治るんじゃね。顕著、ベアちゃん狙い。ベアちゃん身長高か。静香ちゃんがめちゃくちゃ可愛く見えてきた。原作知らないけどどういうカプリングになるの？静香さん悟り世代。リアリストだ。ちょっとリスクヘッジお姉さんに戻った。静香ちゃんの恋愛観。そんな静香さんも恋に落ちる日が来るんだろうか。何があった？ルパンダイブ。ルパン三世みたいな飛び込み方。股間隠しにこだわりを感じるアニメは名作。男性陣。露天で勝手に泳ぐな。顕著の裸2回も見られるとは。違う、俺が見たかった温泉シーンはこんなんじゃ。貴重な女湯が。女湯が使えないということは。混浴チャンス。飽きらきたまま。浴衣のまま入るな。カッコつけるな。カッコつけてるけど混浴したいだけです。テンポがいいバトウスキ。ありがとうございます。ペラ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 。また早口。詳しいベアちゃん。江戸時代は混浴。ベアも脱いだ。芸術的な隠し方。ベアトリクスさん最高じゃん。まさかベアちゃんも裸枠だったとは。ゾンビとも混浴。どこに隠れてたんだ。大浴場にゾンビがわらわらと。こんなにいたのかよ。なんで気づかなかったんだよ。彼岸島だったら即感染してるぞ。草津温泉にもゾンビ。ゾンビも温泉満喫してるんだね。草津の寺は本当にあって階段がすごかった。空気の読めないゾンビどものせいで静香さんやベアちゃんの入浴シーンが見られなかった。己ゾンビとも。いつも命がけだな。これアイカツか？崖登りうんうんそれもまたゾン100だね。女子は未入浴、かわいそう。ずっと汗臭いままでいてくれ。静香さん。即寝落ち2コマ。このスピード感が好き。静香さんがいない。単独行動はしない方が。奇跡的に温泉発見。人打ってやつですね。あ、覗くやつだ。ラッキースケベか？アキラ 100%。股間隠しにこだわりを感じる。ハプニングエッジきたー。ありがとうございます。アキラと静香が偶然混浴。湯気が少ないけど日後大丈夫かよ。夕方放送アニメの限界にチャレンジしている表情素晴らしい。夕方アニメのお風呂会を久しぶりに見た気がするな。許された。静香さんも表情豊かになったなー。振り向く。俺なら振り向く。静香ちゃんに処刑されたい。深夜帯のアニメでしかこういうシチュエーションなかなか見ないのに、最高だなゾン100。ついおっぱいに目が行ってしまう。もうアキラと付き合えよ。つまりアキラってことか？告白かな。顕著とベアちゃんも来た。見つかってしまった。このタイミングで来るか。ゾンビのキャストさん多かったね。羞恥心も詰まってるいい表情だ。裸芸が2名になった。全裸会だった。顕著もベアトリクスさんもすぐ脱ぐ。静香さん、顕著の顕著何回見てるんだろうか？楽しそうで羨ましいな。今回ロードムービーっぽくなってきた。主要キャラも揃って面白い回だった。ベアトリクスさんの明るいキャラで一気にご一行の雰囲気も変わった。地獄の SA を乗り越えてよかったな。来週は午後4時からお送りします。次回16時から？次回ついに日ごと呼べなくなる。え？次回ツリーハウス？
順番は合ってるけど、ふるさと街道するの10、12話はネット配信のみとかかな。これ何クールやるんだろ。金髪巨乳外国人、いいですね。今回いつも以上に静香さんの谷間がたまらんかった。後半父にしか目がいかんかった。羨ましいわ、いも静香さんとベアちゃんと混浴したい。今回はここまでです。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。では次回もお楽しみに。